1994年のコース1994年のルマン24時間レースは62回目のルマン24時間レースであり、1994年6月18日から6月19日にかけてフランスルマンのサルトサーキットで行われた。当時のルマン24時間レースは規定の変遷期にあり、グループ C のナシャは姿を消した。エントリー台数を確保するためにプロトタイプカート、 GT カーを両方を受け入れることにした。1990年までのグループ C である。プロトタイプカーの性能を制限するための規定が設けられ、実際、グループ C のプロトタイプカーは、前世紀との比較で20秒以上遅くなった。ダウンホースを小さくするため、フラットボトムが義務付けられ、カーボンブレーキ禁止、最低車両重量9 5 0ラム。 スキットブロックの装着により、空力性能を抑制、燃料タンクを80リットルに制限、吸気リストリクター採用により500から 550PS に出力抑制された。トヨタはワークス参加ではなかったが、グループシーカーが出場できる最終の機械であり、トヨタ 94CV がサードとトラストに1台ずつ対応され、参戦した。 ルマン24時間レースに勝利する絶好の機会でもあり、勝利に期待するトヨタ首脳も姿を見せた。旧機、リストリクターを装着されエンジン出力は抑えられたが、熟成を進めて信頼性の心配はなかった。この他、ポルシェ 962C や、その改造車など7台、計9台が参戦した。フランス西部自動車クラブが設定した、コンストラクター製、 ローコスト軽量車で、エンジンは、フランス西部自動車クラブ公認の6気筒以下、生産者エンジンに限定され、カーボンやチタンの使用が制限されるなど細かい規定がある。出場は3台に止まり将来の成長は見込めなかった。量産されている車両が原則で、同一メーカーのものなら、エンジン自由、サスペンションも同一形式内での改造自由、最低重量 1000kg、 燃料タンク120リットル以下である。エンジン排気量や下級機の有無により、リストリクターの直径が決定され、出力は600から 650PS に抑えられた。ポルシェは当時ポルシェ 962C を行動向けに改造していたダウアーシュポルトワーゲンに目をつけ、所有していた車種を提供して、ダウアー 962LM を製作させた。 GT1 として参戦するには1台でもいいので、行動走行可能なナンバー取得車両があればよく、タウアー 962LM は何の問題もなく、GT1 カーとして認められた。ポルシェの車種提供と要請を受けさらに2台が製作され、再度レーシングカーに仕立て直され、実質ポルシェワークスのルマン・ポルシェチーム、ヨーストレーシングチームで出場した。 このタベンチュリー 600LM、ブガッティ EB110、フェラーリカイ40、ポルシェ 911RSR など、計1 2台が参戦した。GT1 より、制約が厳しく、これまでの GT カークラスに似ていた。エンジンの乾燥は許されず、最低車両重量は 1050kg、タイヤサイズも制約があった。出力百五十馬力程度、燃料タンクリットル、 ポルシェ911、ホンダ n s X、ロータスエスプリ、フェラーリ 348LM、ベンチュリー 400GT-R など21台が出場した。特に注目されたのは、ホンダ n s X で、ホンダでチューニングされ、マシン製作は、イギリスの TC プロトタイプ、レース運ニエは、クレマーレーシングと、国際的なチームで GT にクラス優勝を目標としていた。 クレマー・ホンダ・レーシングから、アルミン・ハーネ、ベルトラン・ガショウ、クリストフ・ブシュウ組、清水・カズオ、フィリップ・ファーブル、岡田・秀樹組。もう一台は、チーム・クニミツとのジョイントチームである、クレマー・ホンダチーム・クニミツからのエントリーで、高橋・クニミツ、土屋・ケイチ、飯田明アキラ組であった。74号車、マズダ・ RX-7GTO イムスサで、行われてる、 スペースフレームのシルエットフォーミュラである。GT1 と同一の吸気リストリクター装着が義務付けられ、エンジン出力は 650PS 以下に抑えられ、最低重量は 1000kg、燃料タンク100リットルとなっている。日産 300ZX とマツダ RX-7 の3台が出場した。ポルシェ 962C を改造した。 クラージュシ三 32LM が3分51秒05で1位となった。これは前年プジョー905が出した記録より30秒、近くも遅い。8位までのタイム差は4秒しかなく、性能のきっには成功しているように思われた。優勝を争うと思われていたサードのトヨタ 94CV はダウンホースが減少したため走りやすいセッティングにする、調整に宣言して4位。 ダウアー 962LM は5位と7位であった。48台が出走した。レース序盤は連続周回数の多いダウアーが優勢で1、2位を占めた。トヨタはグループ C に認められる幅広のリアタイヤ1セットでに、スティンと走り時間短縮して追い上げる作戦をとり、事前の大方の予想通り、ポルシェとトヨタの一騎打ちとなった。ダウアー35号車のタイヤ破裂。 36号車にドライブシャフトトラブルが発生し、日付が変わる頃にはサード、トラストがレースをリードするようになっていた。3時30分頃トラストがトランスミッショントラブルでトランスミッション交換に1時間を費やし、優勝争いから脱落したものの、それに代わって1位になったサードは順位を保ち、トヨタ初の優勝は確実と思われたが、レース終了38分前に、 シフトリンケージトラブルが発生した。乗っていたジェフクロスの負は起点を聞かせてエンジンカールを外してで3速に押し込んでピット生還を果たしたがこのタイムロス18分でダウアー2台に抜かれた。追い上げで1台を抜き返したもののそこまででレースが終了。トヨタのグループ C によるルマン挑戦はようやく優勝争いをする実力をつけた段階で終了することになった。 18台が完走した。ダウアー 962LM の36号車、ヤニック・ダルマス、ハーレー、ヘイウッド、マウロ・バルディ組が24時間で 4678.4km を平均速度時速 195.265km で走り優勝。1987年のルマン24時間レース、以来久しぶりのポルシェ勝利となった。2位は、 トヨタ 94CV の1号車、エディアーバイン、マウロ・マルティニ、ジェフ・クロスノーフ組。3位は、ダウアー 962LM の35号車、ハンスヨアヒム・スタック、ダニー・サルバン、ティエリー・ブーツェン組。期待された、ホンヌ n エス X は、ドライブシャフト破損、シフトリンケージ部長、トランスミッショントラブル等で、総合14位、クラス6位が、ベストで注目された割には、 予選、決勝とも見るべきもののない結果だった。イムッサ GTS クラスのクレートンカニンガムレーシングの日産 300ZX は、総合5位、クラス1位を獲得した。ありがとうございます。